埼玉の病院に理学療法士をしております。4年目で手取りが17万です。医療業界に未来はあるでしょうかほうえっ、ー、と、うんまあ理学療法士は給料めちゃくちゃ上がることはないんですよね。で、体力仕事なんで、 えーとね、あのむしろ関東よりも地方とかの理学療法士が少ないところに行ったところの方が幸せかもしれないですねただやっぱあんまりその,、うん、そのリハビリーすげえ優秀だから給料上げるよねっていうふうにはならないのでなのでちょっと病院変えた方がいいかもしれないですはい、えー、春から理学療法士の専門学校に行きます理学療法は将来ありますか リリハビリのお手伝いいすすするる人ですよね、まあ、全然仕事あると思いますあの日本の場合ってその高齢者向けのベッドが多かったりとかその高齢者向けのリハビリ施設が多かったりとかで割とそのあの高齢者向けって利益率高いよねって言うんで地方にそういう病院が多かったりするんですよね。でやっぱり若い人ってあんま地方で働きたいってならないのでなのでそういうところは結構地方に行けば仕事が見つかりやすかったりしますよ。中間管理職で現場にも管理にも関わっている理学療法士です。 今後のリリハビリ業界ってどう思いますかあ、まあ、でも高齢者が増えてくるのでそういういでその仕事自体は全然増えていくと思いますけどただ、あんまり給料高くないのでうまくその管理側に回るようにした方がいいんじゃないかなと思います、えー、33歳、中小企業の会社員です。5年前に移動し抜本的に改革した結果担当部署の生産性を30%改善したんですが次期社長が受注が多かっただけでしょうと現状を把握していないことに気づき不安しかありません転職すべきでしょうか。 えっと、転職はした方がいいと思うんですけど、転職する前に資料を作ってください。要はその、5年間でその受注の件数がじゃあどれぐらい増えたのか。で、受注の件数が増えてなくて生産性が上がったっていうので、そのコストを減らしたのか、もしくは利益率を上げたのかっていうのを、ちゃんと資料を作って、これは受注が増えたのではなく、ここを改善したおかげで生産性が上がった結果ですっていうのを説明する資料を作ってみてください。 で、そう、多分同じことの繰り返しが他に転職してもなっちゃうと思うんですけど、分からない人に向けて自分がやったことをちゃんと説明するっていう癖があった方が、給料って上がりやすいし、出世しやすいんですよ。で、ただ、あの、今回の社長がアホだったらもうどうしようもないんで、転職した方がいいんですけど、ただ、ま、今回の社長がアホだったとしても、その自分のやった成果を説明するっていう癖はつけた方が得なので、なのでちょっと資料を一回作ってみてください。